さあやってまいりました、ダブルダッチライトウエスト2021。日付は2021年8月29日日曜日、場所はパワフルホールの映像をお届けします。本チームは立命館大学フュージョンオブガンビット所属アルフレッド、メンバーはアイコ、オジョ、ヒナゾ、ビリー、テントモノ、男子2名女子3名で構成された、全員が大学2年生の5名チームとなっております。昨年は同大会にて1年生にて4位を勝ち取り、同時に最優秀の1年生に贈られるベストルーキーズ賞を受賞しております。特徴的な足運びをしていき、世界観を演出しつつ、左右に小さく胸を回して逆中、ナーズとの移動もあり平面的な広がりを見せつつ、逆中で Z 軸の高さも見せていき、あっと縄がちょっと乱れてしまった。落ち着いてリカバリーポイントまでやり過ごしていってほしい。リカバリーはビリーさんのブレイキングムーブ、しっかり決めていく。1曲目を締めくくるロン中、パタパタもしていましたね。着地後のナオゾとのシンクロもあり、技に余裕感が加わっております。ここからひなぞうさんの野生的なハリーに入っていきます。ハリーもさることながら、この入りで男子2人を押しのけるようなムーブをしているのがよりパワフルな見栄えになっておりますね。ここから曲調転換と同時にお嬢さんのステップが入っていきます。中央に縄を戻してアルフレッド最大の見せ場であり、難所の3倍へ向かいます。一列に並んでメンバーがシャッフルされていく様はユニークの一言に尽きるでしょう。昨年からの前評判も相まって期待値の高い3倍、上半身をアップダウンさせながら腕も使い、3倍の足の背足の外、滑らかさの動きを同居、あっと引っかかってしまった。立て直し、あー立て直しもミスを重ねる形になってしまう。最後は決め切ってくれた。あそこで決め切ることで一応の達成感を観客に与えられていると思います。ここから徐々に感情を出しつつ、全体的にアップテンポな印象を与えています。やはり雰囲気を変える瞬間にはお嬢さんが登場してくるということで、いいアーシャでした。全中決まる、見事な着地で苦しさを感じません。そしておっと縄が、おっと噛み合わない。テントモさん無理やり論中だけする形になってしまいました。左右に舞台を大きく使った見せ場の一つだと思ったんですが、見せ切ることができませんでした。ビリーさん、トーマスからのラビット、ヒジラビを決めつつドロップをしてからウィンドビル、緩急をつけて、あっとターナーと噛み合わない。もう慌てずに立て直しております。体を反転させながら最後はフィニッシュ、素晴らしいですね。ひなぞうさんの使い、ひなぞうさんの動きを使いつつ舞台反対側に移動し、演技も大胆へ向かいます。後方からのロン中、テントモさんは着地にブレがなくて高さもあるので心配せずに見ることができますね。世界観にとっても入りやすいアクロバットをしてくれていると思います。大トリを飾るのは演技序盤でもかましてくれたひなぞうさんの強烈なハリー、ワイルドで荒々しさを感じる振り付けですが、ナーソットと曲とのシンクロによりひなぞうさんがシャウトしているように感じる部分や、足を開いてのニードロップなど観客へ向けたサプライズも織り込まれています。舞台中央で行っていたハリーを最後前にできたことによって力強い印象を残してのフィニッシュ、かなり素晴らしいパフォーマンスだったのではないでしょうか。